はい、皆さんこんにちは。今日はですね、Google フォームの、自動採点について実際に僕が手を動かしながら皆さんにご紹介したいと思います。まず最初にですね、このスライド、スライドじゃなくてすいません。アドレスバーのところに、フォームニューと入れます。フォームニューと、アドレスバーに入れました。そうするとですね、こんな風に新しいフォームを入れるところが、入れるページが開かれてきます。これが Google フォームの編集の、新規作成の画面ですね。でまず最初にですね、テキストだけのテストを作って、それで自動採点するところをやってみたいと思います。じゃあまず最初に名前を付けます。名前は、ですね、何にしようかな。ヨーガファン。あ、間違えちゃった。ヨーガファンの、ための自己採点フォーム。はい、こんな感じの名前にしてみました。で、これでですね、どっか別のところをカチッとクリックしてみると、あ、じゃなくて、ここの、すいません、ここの無題のフォームっていうところをカチッとクリックすると、自動的にここに入れたものが、ここに入ってくるわけですね。はい、じゃあ最初の質問です。最初の質問、ここ今、無題の質問っていうところをクリックしました。そしたら、この質問がクリック、編集できるようになるわけですね。はい。レイダース、失われた性質の主演俳優の名前はにしましょう。レイダースだっけ、レイダーズ。失われた性質の主演俳優の名前は、はい。で、ここでオプション1のところに、ハンソロ。あ、間違えちゃった。はい。今、開業、エンターキーを押すと次の選択肢を作ることができます。はい。インディ・ジョーンズ。もう一回開業キー。それで、ハリソン・フォード。はい。はい。これで、問題が一つできましたね。で、それでですね。はい。今、別のところをクリックしました。じゃあ、今度は、これをですね、テストとして、設定します。テストとして設定するには、この歯車のマークを、クリックして、この右側のテスト、これを開きます。はい。で、ここテストをするが、オフになっているので、こっち側をカチッとクリックして、テストにするをオンにしました。はい。で、あとはまあ、このままでいいので、保存にしますね。はい。で、そうすると、この右下にですね、回答集を作成という、リンクが新しく出るので、ここを開きます。はい。で、ここで何が正しいのかを、設定しなければいけません。これ主演俳優の名前、役の名前じゃなくて俳優の名前なので、ハリソン・フォードが正しいですよね。はい。若い人は知らないかもしれないけど。で、ですね。で、点数ももう適当につけておきます。もう10点とか。まあ、1点でもいいけど、2点、3点とかもう適当につけていいです。これ適当にっていうか、それは、ちゃんとその問題の重要度に応じてつけますけど、ここでは適当につけておきます。はい。はい。これでもう、一つの自動採点の作り方が終わりなんですが、そうですね。じゃあ完了しましょうね。はい。これで完了。で今度もう一個ですね。コピーしてもう一回別の、問題を作ってみましょう。はい。今度は、スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明けにしましょう。スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明けの主演俳優の名前は、これはハンソロとか、ハンソロはあってもいいから。ちょっと待ってね。じゃあどうしようか。カイロレン。で、アダムドライバー。あと、デイジーリドリーにしましょうか。はい。で、この下の二つは消しておきますね。はい。まあ、あってもいいけど。はい。まあ、いいや、あってもいいや。あ、では、やっぱ消しておきましょう。はい。はい。で、ここもですね、回答集を作成にしてみましょうね。で、正解は、まあ、アダムドライバーじゃないかっていう人いるかもしれませんが、ここでは、デイジーリドリーにしておきましょう。で、点数はさっきの、
レイダースよりはこっちの方が新しいから知ってる人も多いだ、とか重要だと思うので点数を上げるとかですね。まあ、ここでその、重要度によって点数を上げればいいと思います。はい。はい。じゃあ、ここでですね、回答に対するフィードバックを追加。ここでですね、間違った人に、なんか、フィードバックを入れることもできます。例えば、はい。まあ、ちょっと冗談で入れてみました。こんな風にですね。はい。ですね。あ、これは不正解の場合ですね。正解の場合は、はい。まあ、こんな風に入れてみました。はい。ですね。はい。で、これで保存しておきますね。で、はい。もうこれでですね。とりあえず、二つの問題できていますので、で、これをですね、次は、Google サイトに埋め込むというところも次やってみたいと思います。次は、送信ですね。送信でもいいけど、じゃあね、送信から埋め込みのコードを取得することもできます。それは前回と同じですね。ただ、今回は、この Google フォームの方からちょっとやる。方法をお見せしたいと思います。あ、Google フォームじゃない、すみません。Google サイトの方からですね。はい。今、Google サイトの、僕が作りかけの、ウェブサイトを今見せています。で、このままでは編集できませんから、前と同じように、この、この、このページを編集というのを押してみます。はい。今、この、編集用のページが開かれたところです。もしですね、さっき、埋め込み用の、コードを取得して、取得するという方法を使っていれば、ここからやるんですけど、それも可能ですが、ここではですね、Google フォームを、ここに、これ今、スクロールバーがここにありますよね。で、この下の方にスクロールしていくと、下にフォームを埋め込むっていうのもできるので、これもちょっと、今日はここをご紹介したいと思います。はい。で、これでですね、そうすると埋め込みたい、フォームがいっぱい出てくるので、僕が過去に作ったものですね。今はこれを、クリックします。ヨーガファンのための、これさっき作ったやつですよね。はい。これを、1個のアイテムを、選択しました。挿入。はい。はい。そうすると、ここの、はい。ここのところに今これが挿入されたわけですね。はい。で、このままでは、まだ、学習者の目に触れることはありません。なんでかっていうと、まだ編集中で公開していないからですね。古いバージョンが現在では公開されています。ですので、ここの公開というボタンを一旦カチッとクリックしますね。はい。公開しています。というふうになりました。で、その後で、公開したサイトを表示。はい。これをカチッとクリックします。そうするとですね、こういうふうに、もう公開されている、Google サイトの中に、こんなふうに、自動採点用の、自己採点フォーム、そっか、自動採点って入れるつもりですけど、まあ、いいや、こういうフォームが埋め込まれているわけです。じゃあですね、ここで、レイダース失われた性質の主演俳優の名前は、ここでハリソン・フォードって答えて、スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明けの主題。ここでわざと、間違えてアダムドライバーというふうに、やってみましょう。そして答えを送信します。そうすると、はい、回答を記録しました。で、この後でこのスコアを表示というのを見ると、自分が何点だったかがわかります。はい。ここは8点中の3点だったということですね。これは学習者が自分で見ることができます。はい。レイダース失う。ここは正しいですね。正しい。で、はい。ここ2番目が×になっています。アダムドライバーを選んだけど、ここは、これは×で、正解はデイジーリドリーというふうに書いてありますね。で、ここにフィードバックにアダムドライバーだと思いましたか、残念、彼は脇役ですというふうに、フィードバックが出ているわけです。
はい。それでは、ここまでにしておきますね。この後、動画を埋め込む方法と画像をですね、この、自己採点フォームに埋め込む、そういう方法もご紹介したいと思いますので、引き続きご覧くださいませ。とりあえずここで失礼します。